ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙、どうしたんだ霊夢。明治時代以前にはアマテラスよりも日本中で信仰された神様がいたのは本当？セオリツ姫のことか？封印されてしまったと言われる神様だな。どうして？セオリツ姫は、古代日本で広く信仰されていた縄文の神様だ。それって、ヤマト朝廷とは敵対する組織の神様ってこと？もしかしたら、そうだったのかもしれないな。セオリツ姫って、古事記や日本書紀に登場しないわよね？ああ、古事記にも日本書紀にも全く記録はないな。それなのに、信仰の対象になっていたなんて、セオリツ姫はミステリアスな女性ね。そうだな。今回はミステリアスなセオリツ姫について解説するぜ。面白そうね、お願いするよ。それではゆっくりしていってねー。セオリツ姫とは、セオリツ姫は、水神や祓えと神、竜神、川神、といった水に関する神様だ。実際に、セオリツ姫を祀る神社は、川や滝などといった水辺に多く存在する。ちゃんと祀っている神社はあるのね。古事記にも日本書紀に出てこないけど神社で祀られている以外に、存在が示されているものはあるの？セオリツ姫は、神道の祭祀で唱えられる大祓いの言葉に出てくる。そして、セオリツ姫は祓い戸四神の一柱で祓い清めの女神だ。祓い戸四神って何？祓い戸四神とは、神道において祓いを司る四人の神のことだ。セオリツ姫以外にはどんな神様がいるの？他には、早秋津姫、伊吹戸主、早さすら姫といった神々がいる。大祓いの言葉って何？大祓いの言葉は、6月と12月末日に、人の罪や土地の汚れなどを払う際に創造される祝詞のことだ。内容はどんな感じなの？天孫降臨したニニギの御事は、大和の国を平和に収められている。大和の国には、今後様々な罪や汚れが生まれる。罪や汚れは、大祓いという儀式で消える。こうして払われた罪や汚れは、セオリツ姫ら四柱の神々が完全に消し去る。セオリツ姫って、私たちの罪や汚れを洗い流してくれるすごい神様なのね。そうだな。神様の中でも重要な力を持つ存在だな。洗い流してくれるから、水に関係する神様なのね。こんなすごい神様なのに、日本神話には登場しないなんて変ね。だから、セオリツ姫は、封印されたと、言われるんだ。セオリツ姫はなぜ消されたのか。日本の歴史は、古事記と日本書紀が正史よね。そうだ。正史にセオリツ姫は一切出てこないのはどうしてなのかしら。セオリツ姫が日本の正史となっている歴史から抹消された理由について一つずつ紹介するぜ。一つ目は、セオリツ姫はアマテラスのアラミタマであるという説だ。アラミタマ？アマテラスと同一神ってこと？日本の神道の考え方では、一人の神様の中には、優しいニギミタマと荒々しいアラミタマという二つの魂があると考えられてたんだ。アマテラスのこの二つの魂のうち、荒々しい魂がセオリツ姫ってことね。アマテラスは日本神話の主神であり、タカアマガハラを滑る高祖神だ。イザナギとイザナミの子供でもあるわね。アマテラスのアラミタマを祀った神社には、伊勢神宮の内宮の別宮の荒祭りの宮、伊勢神宮の別宮である伊沢の宮、兵庫県の広田神社など全国各地に数多くの神社がある。それが、どうしてアマテラスのアラミタマがセオリツ姫となるの？実は、広田神社とは由緒正しくセオリツ姫を古くから祀っているんだ。え、どうしてそんなことがわかったの？戦前までの由緒書きに、祭神のアマテラスアラミタマはセオリツ姫であると書かれていたんだ。アマテラスのアラミタマがセオリツ姫だ、と、戦前まで知られていたのね。現在の広田神社の祭神はセオリツ姫ではないけどな。当時の政府によって変更させられてしまったのね。神道五部書という伊勢神道の根本経典にも同様の記述があるんだ。五部書というくらいだから、きっと五冊で一セットね。その通りだ。神道五部書は、伊勢神宮下宮の神職であった渡来氏が、下宮を内宮と同等以上の存在として格上げすることを目的に書かれたものだ。いつくらいに書かれたものなのかしら？奥付けには奈良時代以前の成立となっているが、実際には鎌倉時代だと言われている。神道五部書に、大和姫の御事聖記という書物があるが、アマテラスのアラミタマ、またの名をセオリツ姫という意味を表しているんだ。セオリツ姫はアマテラスのアラミタマですよ、という証拠となる書物があるのね。現在残されている神社の記録には、アマテラスとセオリツ姫が同一人物なのではないか、と考えられる証拠が数多く存在している。二つ目の説として、セオリツ姫はアマテラスの妃だったという説がある。アマテラスって女性じゃなかった？女性同士で結婚していたのかしら？もしそうなら、同性婚が認められていた今よりもジェンダーフリーな世界だな。しかし残念ながら、そうではなかったと思うぞ。もしかして、アマテラスは男性だったってこと？そうだ。そしてこの説こそ、セオリツ姫が歴史から抹消された原因と考えられる。アマテラスは、イザナギの子よね？
イザナギが左の目を洗った時に生まれたとされているな。そして、アマテラスは特別の神と位置づけられたのよね。ああ。そんな特別な神様が女性だったのに男性だったとしたら、これまで信じられてきた神武天皇の正当性が揺るぎかねない事態になりかねない。そうね。アマテラスが男性だったとしたら、日本の前提が覆ってしまうじゃない。どうして、そんな説が生まれたの？それは、仏末胎という古文書の記載がきっかけだ。仏末胎って、神代文字である、仏間文字で書かれている。様々な矛盾点から学会では疑問視されてるあの、仏末胎？そうだ。その、仏末胎だ。それによれば、イザナギとイザナミの間には4人の子供がいることになっている。長女の若姫、長男のアマテラス、次男のツクヨミ、三男のスサノオの三男一女。アマテラスって長男なの？アマテラスの12人の日のうちの一人がセオリツ姫なんだそうだ。12人の日を12ヶ月になぞらえ、その中から妃になったのがセオリツ姫だ。アマテラスが男性だっただけでも驚きなのに奥さんがたくさんいたことにも衝撃だわ。古事記日本書紀の編纂者は困っただろうな。どうして？古事記日本書紀を編纂していた時、誰が天皇だったか覚えているか？天智天皇の娘で、天武天皇の奥さんだった持統天皇よね。持統天皇の時代は、藤原氏が強大な力を持ち、天皇家の権力が弱まっていたんだ。そこで、女性である持統天皇は貴族たちの支持を集めるために、神々の最高位に位置するアマテラスを女性にし、持統天皇の正当性を示そうとしたんだ。持統天皇が、アマテラスは女神であるとするのに、セオリツ姫は邪魔だったのね。それに、持統天皇は孫のカルノミコ、後の文武天皇に継がせたかった。天孫降臨の話を自分たちになぞらせる。そんな意図もあったんだ。なるほど。アマテラスを持統天皇に右の御子と文武天皇になぞらえたのね。そうだ。持統天皇は女性だから、アマテラスを女性にしたという説がある。神様の性別を変えるなんて大胆ね。実際、持統天皇はセオリツ姫が祀られていた神社の御祭神を別の神様にするよう勅令を出した。とも言われている。ひゃあ、徹底的にセオリツ姫を隠したのね。大政奉還後の明治政府もセオリツ姫を御祭神にしないようにとの命令を出したとも言われる。後世でも徹底的にセオリツ姫を消したのね。三つ目の説は、セオリツ姫は大和朝廷以外の民族だったという説だ。日本神話に登場する神様は、過去実際に存在した部族の主張がモチーフとなっているというのだ。セオリツ姫は、どこかの部族の主張だったってこと？ああ。もしくはその部族が崇める神様だというものだ。大和朝廷以外の部族で敵対していたら、神話からもみ消されても不思議ではないわね。だから、存在を隠されてしまった。というのが、この説だ。セオリツ姫が消された理由にはいろいろあるのね。どれもありえそうだと思ってしまうわ。セオリツ姫の正体とは？セオリツ姫は持統天皇や明治政府などの権力者に封印され、存在が抹消されてしまった。古事記や日本書紀にはセオリツ姫という名前は出てこないものね。しかし、古文書や神道書、国学の文献から、セオリツ姫と同一ではないかとされる神様が複数いるんだ。セオリツ姫の正体はどう書かれているの？まずは、セオリツ姫は友人の化身だ、というのがある。人型の神様ではなく、まさかの友人。セオリツ姫は大祓の言葉で水と関連ある神様として位置づけられている。だから、友人だったり白竜の化身とも言われているんだ。ええー、水に関係する神様といえば、竜を確かに思い浮かべるわね。積み上げがれを洗い流すってことだからすごく流れの速い川や滝を連想するよな。そういえば、滝って水辺に、竜って書くわね。実際、滝の流れ落ちてる姿って竜に見えるだろ？だから、友人の化身とも言われているんだ。あれ？女性神で水を司る神様って誰かいたような気がする。外国から来た神様の弁財天だな。弁財天とセオリツ姫を同一視する人もいる。それからセオリツ姫の正体は、マガツヒの神だという話もある。マガツヒの神は日本の神話に登場する神様よね。災いをもたらすとされている神様と言われているな。イザナミを連れ戻すために行った黄泉の国から帰るときに、イザナギが汚れを払おうと、禊を行った際に生まれたとされている。黄泉の国という死者が多く存在している汚れた国に行ったことでイザナギの身についた、汚れを落とす過程で生まれた神様がマガツヒの神なのね。マガツヒの神は祀ることで厄災を防ぐ力があると言われているんだ。セオリツ姫もお祓い等によって災いから逃れることができると言われている。二人とも似たような力を持っているのね。共通してるだろ？だから、セオリツ姫とマガツヒの神は同一人物なのではないかと考えられているんだ。続いて、ムカツ姫という神様もセオリツ姫と同一の神様ではないかと考えられている。セオリツ姫はムカツ姫という名で登場しているとされる説がある。どういうこと？
日本書紀に登場する、月坂喜一の御霊天坂ムカツ姫の御事という神様と、ムカツ姫は同一の存在ではないかとする説もある。なるほど、それだと、日本書紀に瀬尾律姫は登場していることになるわね。次に瀬尾律姫と同一人物なのではないかと考えられている存在は弁財天だ。外国の神様だけど、水を司る、女性の神様、という点で共通してるものね。弁財天は七福神の一人だから、霊夢も知っていたんだな。ええ、それに竜神の化身のところでも出てきたしね。逃げ林美琴という神様の妻だったという説もある。逃げ林の美琴って逃げ林の美琴はアマテラスから徳佐の神だからと呼ばれる神器を受け取ったんだ。この神器は人を治めることができ、また、心身の病を癒す力があったらしい。すごい道具があったものね。逃げ林の美琴はアマテラスから平和な世を作るという任務を与えられていた。アマテラスから重大な任務を与えられていた人の奥さんが瀬尾律姫だったのね。逃げ林の美琴と瀬尾律姫がセットで祀られている神社がたくさんある。二人一緒に祀られているなら、夫婦っていうのも頷けるわ。逃げ林の美琴がアマテラスの男性神、瀬尾律姫がアマテラスの女性神、という説もあるけどな。アマテラスの性別を男女に分けたってことね。他にも、くくり姫と同一神だという説もある。縁結びで有名なくくり姫？そうだ。そのくくり姫は、日本の神社約3000社で祀られている。くくり姫は、数多くの神社で祀られているが、謎の多い神様でもあるんだ。日本書紀や古事記にほとんど登場しない神様よね。黄泉の国から逃げ出したイザナギとそれを追いかけたイザナミとが、地引きの岩を挟んで口論した時に、二人の仲を取り持つ時に出てきただけの神様だからな。夫婦喧嘩を収めたことから、くくり姫は縁結びの御利益を持つ神様と言われているわね。正直、夫婦仲を取り持ったかしら？とは思うけど、結局、喧嘩は彼しているから霊夢がそう思っても仕方ないな。また、くくり姫は白山信仰とも関わりが深い。石川県福井県岐阜県をまたがっている日本三大名山と言われているあの白山。その白山は古くから、農業を行うのにとても重要となる水を生み出す。また、海に出る人たちの目印となってたんだ。それなら、白山が白山の対象だったのもわかるわ。だから、くくり姫は農業漁業など様々な御利益をもたらす神様だと言われているんだ。古くから崇められてきたのね。白山信仰の始まりは奈良時代の大長が開山に由来するとも言われているしな。大長は、白山をどうして開山したのかしら？大長は夢の中でお告げをもらったんだ。どんなお告げだったのかしら？白馬に乗った女神が現れ、私の本当の姿を見たければ白山の頂上へ来いと言ったそうだ。白山はそれまで誰も登ったことがなかったの？当時は、白山はその険しさから、誰も登頂したことがないような山だったんだ。お告げもあって、大長は弟子と共に登頂することを決めたんだ。弟子も災難ね。登頂に成功した大長の前に、9つの頭を持ったクズ竜が現れ、その姿を見た大長は、本当の姿をお見せくださいとお願いをしたそうだ。クズ竜が本当の姿じゃなかったんだ。お願いした後、クズ竜の姿から、美しい11面観音菩薩が姿を現したらしい。クズ竜が本当の姿じゃないと見抜いた大長はすごいわね。大長は白山妙理権現だと考え、11面観音菩薩像を自ら掘って山頂にお祭りしたんだ。この白山の神様が、くくり姫と結びついて、くくり姫そのものだと考えられるようになった。そんなくくり姫が、瀬尾律姫と同一人物だと考えられるようになったのは、どうして？くくり姫は、瀬尾律姫と同様に竜神と関わりが深い神様なんだ。瀬尾律姫が明治時代まで御祭神とされていた広田神社とも関係が深い。どんな関わりがあるの？広田神社は現在兵庫県西宮市の町の中にある。その奥宮は、六甲山神社なんだが、この六甲山神社の御祭神がくくり姫なんだ。北陸の白山にいる神様を関西でも祀っているの。すごいよな。瀬尾律姫が今も祀られている神社はあるの？本来、神社の御祭神というのは日本神話に出てくる神様か歴史上の人物なんだ。瀬尾律姫は日本神話に登場もしないし、歴史上の人物でもないから、神社はない？それが、意外と祀られている神社があるんだ。メインで祀っているところもあったりする。どんな神社があるのかしら？瀬尾律姫が祀られているとされ、最も由緒正しいとされているのが六甲姫神社だ。六甲にくくり姫を祀っている神社と瀬尾律姫を祀っている神社があるなんて。現在の六甲姫神社の御祭神は、六甲姫大膳の神という神様だけどな。ただこの神社の境内の中に岩倉があって、そこが瀬尾律姫がご神体とされているんだ。岩倉って、神様が宿る岩よね。六甲姫神社は六甲山山頂にある古社で、拝殿の背後に鎮座する荘厳な岩倉があるんだ。他にはどんな神社があるの？古来から、最高の特別格の宮とも言われる伊勢神宮だ。
総氏神でアマテラスを祀っているあの伊勢神宮。伊勢神宮の別宮にはアマテラスの荒御霊として瀬尾律姫が祀られているらしいぞ。どこにあるの？正宮の北方に位置し、正宮に次いで尊いんだ。ひゃあ、小野神社は東京都多摩市に存在する神社なんだが、他に府中市の小野神社があるんだ。多摩川の氾濫の結果、二社になったとも言われているんだ。そして、そこの主祭神の一人に瀬尾律姫という神様が祀られているんだ。あら？漢字は違うけど読み方は同じなのね。それから日比谷神社だ。日比谷神社は東京都港区に存在する神社で、創建年代は不明なんだ。昔は日比谷公園内の大塚山にあったらしいぞ。その日比谷神社にも瀬尾律姫が祀られているのね。瀬尾律姫だけでなく、早秋津姫、紀水古酒、早さすら姫を含む原江戸の四つ柱狼を祀っている。原江戸の四つ柱狼にはそれぞれどんな役割があったの？川瀬にいる瀬尾律姫が罪や汚れを持ち出し、海にいる即秋津非売神がそれを飲み込んで、海に強風を起こす伊吹戸主が地底の国へ放ち、地底の国にいる早さすら姫神が、その罪や汚れを持ってさすらっている間に消える。そうやって、罪や汚れを消してくれるんだ。そんなサイクルで私たちの罪や汚れを消し去ってくれている神様たちなのね。滋賀県大津市の佐久など神社にも瀬尾律姫が祀られているそうだ。ここも日比谷神社と同様には荒江戸の四柱狼を祀っている。罪や汚れを消し去るサイクルに関わる神様だから四人の神様が一緒に祀られているのね。兵庫県西宮市にある広田神社はさっきも出たな。アマテラス荒御霊は瀬尾律姫であるという書書に明確に書かれていた神社ね。この神社は神宮皇后が三冠征伐に向かう際、アマテラスの神託によって作られたらしい。それはどんなご神託だったの？荒御霊を皇居の近くに置くのは良くない。広田国に置くのが良いと言われたらしいぞ。だから、アマテラスの荒御霊を広田神社に置いたのね。瀬尾律姫の名前が神社になっているところはないの？石川県金沢市に瀬尾律姫神社があるぞ。まさかの北陸にそのままの神社があるなんて。そうだな。白山信仰のくくり姫と縁が深い場所に瀬尾律姫を冠とする神社があるのは不思議だな。御祭神は真月日の神なんだ。真月日の神と瀬尾律姫を同一視している神社が、この神社なのね。そうだな。簡単にまとめてみると、同県木岩尾の御霊天狗と無勝姫こと、無勝姫はアマテラスの荒御霊であったよな。そうね。それは日本書紀や古事記にも記載があったわね。そして、アマテラスの荒御霊は瀬尾律姫だという説。それは、広田神社の由緒書きからわかったのよね。そうだな。だから、伊勢神宮の別宮、広田神社に瀬尾律姫が祀られていると言われている。六甲姫神社の六甲姫大膳の神は仏教なら弁財天、神道なら月坂喜一の御霊はまさかる無勝姫の御事。そうね。だから、アマテラスの荒御霊は無勝姫で瀬尾律姫であるとされたのよね。そして瀬尾律姫が友人であるなら、くくり姫や弁財天と同一となる。六甲姫神社から月坂喜一の御霊はまさかる無勝姫の御事と、弁財天は同一人物だしな。みんな、水を司る神様だものね。六甲さんにくくり姫と瀬尾律姫を別々でも祀っている神社があるのも不思議よね。瀬尾律姫は、アマテラスの荒御霊であり、弁財天でもある。そこから、月坂喜一の御霊はまさかる無勝姫の御事でもあって、無勝姫であるとなるわけね。広田神社の奥宮が六甲山神社でもある。アマテラスの荒御霊を祀っている奥宮に、くくり姫が祀られている。偶然なのかしら？それに白山信仰の強い北陸に瀬尾律姫神社があるもの。そして、瀬尾律姫は真月日の神であるという説。原江戸の四つ柱狼を祀っている日比谷神社、佐久など神社があったわね。そして、瀬尾律姫神社で瀬尾律姫と真月日の神と同一視している。アマテラスの荒御霊で弁財天でもあって無勝姫こと、月坂喜一の御霊はまさかる無勝姫の御こと、そこにくくり姫でもあり真月日の神でもある瀬尾律姫のご利益って凄そうだわ。縁結び、厄除け、罪汚れの払い清め、水難防止、降雨、といったものが瀬尾律姫のご利益だ。瀬尾律姫の名前を変えさせたっていう話だと、くくり姫とかに変えたかもしれないわね。それもあるかもしれないが、他にも水輪の目の神や狼の神という名に変えたという話もある。水輪の目の神って、イザナミが火の神かぐつきを生んだ時、苦しさから、漏らした尿から生まれた神だ。お神の神は、イザナギがかぐつきを切り殺した際の血しぶきから生まれた。不思議なことにこの二人の神様は、両方とも女神で水神なんだ。すごい偶然、まとめ。歴史から抹消されてしまった瀬尾律姫について解説してきたけどどうだった？日本神話の根底に関わる問題がたくさんあったわね。そうだな。アマテラスの性別なんかは天皇の正統性の問題に関わるかもしれないな。古事記や日本書紀といった正史と言われる書物には全く登場しない瀬尾律姫だけど、
現在もなお残っている神様の中に、同一人物とされている存在があったわね。今でも祀られている神社が多く存在するしな。神社巡りで御祭神を確認するのも面白そうだわ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。